ごめんね、いっぱい連れてきちゃった。いいっすよ、いいっすよ。ね、市長。で、この話聞く側なんだけど。お見合い状態、これも。誰から話します？じゃあ。私は何も話せないか分かんないよ。まず、うん。市長にちょっとインフレについてお話ししたいことがあり、うん。カジノに1000億貯まりました。ああ、らしいね。この話は俺聞いてていいのか。まあ、いいっすよ。どうせ市に返すんで、このお金。まあ、1000億貯まったので、やりたいことがありまして。市長からまた限定車を買わせてほしいと同時に、その限定車をオークション形式でイベントとして流したいんですよ。ああ、まあちょっと市でやろうと思ったけど手が回ってなかったから、もしやってくれるんであれば。まあ、まあぶっちゃけお金の使い道を探してて、っていうことをさせていただいて問題ないかっていうのをまず一つ確認したくて。はいはい。まあ、それに付随して、まあ、今、その、景品とかイベントとかをするたびに、その、高級車ディーラーさんたちからあの、車を買ったりするんですけど、まあ、どうしてもその、お金が多分入りすぎちゃうんじゃないかと思って。で、まあ、車両協会も、そのディーラーさんたちにも。まあ、そうだな。車両協会の方たちも、今こういう話があったっていうのを小耳に挟んでたんで、これはなんか提案というか、どうでしょうみたいなもので、新車が入るじゃないですか、例えば。まあ、じゃあ来週の頭に A っていう新車が入るとします。その A を各店舗の人が販売権をオークションで競り合って取ってもらったらどうかと。ああ。っていう、その、ディーラーのお金の使い道の会社、個人のあれじゃなくて、会社としてお金の使い道っていうのを用意してあげたらどうかなっていうのをそのオークション関連の話でついでに思ったので。あ、それはね。はい。めちゃくちゃいいじゃない。で、もし必要があれば、そのオークションの、取り持ちというか、うん、あれを、カジノの方でやりますし、はいはいはい、はい。その、まあ、内容に関しては、ノータッチで、そのオークションのシステムというか、オークションの会場を用意して、集めて、競っていただくみたいなのは、カジノの方で、それはかなり、にやらせようかと思って。いいんじゃないかい、それは、なかなか。っていうのを提案したくて、来たところ、大川さんからもちょっと提案があるみたいで、というか、お話があるみたいで。はいはいはい、そうですね。オークションはまたちょっと別のオークションをそもそも考えてたところがあって、うん、ディーラー、例えば高級車ディーラー今3社あるじゃないですか、うん、まあ、普通車をこういう枠に入れていくかって、まあ、同じようにやった方がいいとは思うんですけど、うん、そもそもディーラーごとに全部の車同じところで扱えるっていうのもちょっとなと思ってて、ディーラーごとにその車のメーカーを分ける。で、その車のメーカーの分け方はオークションで取っていく。うんうん、まあ、一巡目に指名したら安い。だから別にメーカー被ってもいいんですよ。欲しければ。欲しければ被ってもいいんだけど、一巡目に指名する。そう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 。一巡目に指名するより、二巡目の方が高いとかね。値段かかっちゃうとか。まあ、オークションでもいいし、はいはい、うん。みたいなのはちょっと考えてはいたんですけど、まあ、ちょっとそれが、まあ、どうかなっていう、その煩雑さというか、大変さというか、まあそういうのは加味せず言ってるところがあるので、あとは今、那島さんがおっしゃったような、その新車に関して、オークションやるもそうだし、あとさっき言ったような、その、車の、まあ、購入時に、まあ車にだけ消費税かけるとか、うん、あとはその、例えば価格、を、なんかこう、協会が解体されることによって、例えば仕入れ値に限りなく近い値段で売るっていうのも可能っちゃ可能なんですけど、うんうんうん、例えば最低賃金を定めれば、従業員に必ず何パーは入れなきゃいけないから、まあそれ以上は下げられんみたいな。うん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 、まあいろいろやり方あると思うんですけど、まあ大きく税金方面でやるか、その権利買取でやるかっていうその2種類で、まあ、お金を使う方と安売りしすぎない方と両方でちょっと考えた方がいいかなと。で、車はやっぱり、まあ、かなり物として数が出てくるものでもあるんで、まあいかがでしょうという話です。で、音量問題はね、会話ができてるから大丈夫とかそういう話じゃないんであれなんですけど、はい、ちょっと考えてみてくださいという話でした。なるほど。まあでも、もう新車の独占販売権を会社の余っているお金、うん、っていうかそのどうしようと思ってたディーラーのお金をその使ってやり合うってことができるのはすごい、そのより車を売ろうというモチベーションにつながると思うから、うん、まあでも多分ここら辺もまた市でちょっと話してとか、うん、僕らちょっと市がどういう調整をしてるかまでは知らないので、まあ
あくまで提案の一つというのと、あとまあ、本筋はカジノに限定車のオークションやっちゃって問題ないかっていうのが聞きたかっただけなんで。はい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 。あとはもう、そちらで判断していただいて。まあ、新車オークションは、問題があるとすれば、ちょっと長く続けてるお店にそのままやるとアドバンテージがあるっていうとこかな。まあ、そう、結構その金庫にお金を、ね、うん、あるので。まあ、何台か用意して、ね、そもそも第一希望をどっちか出して、被った場合は、他のやつには乗れなくてみたいなんで、うん、ありっすね。やっぱその長く続いてる店がいい車を持って、最近できたところがまだちょっと苦しいっていうのは割と至極当然というか、まあ、確かに。だから、どっちかっていうと、他の3つとかを一気にやるのが良さそうですね。そんな感じ。なるほど。だいぶでも、面白い提案だとは思うね。一回全、てか、むしろ入れた方がいいと思う。ふわついてるお金の使い道として、いい案だと思うね。じゃあ、一応まだ時間あります？ああ、あるぞ。うん。じゃあ、3人でカジノ行って新車販売、コーナーいいですか？あ、見よう見よう。限定車また買わせてもらって何台か。あ、今？あ、今まずいっすか？いや、あるかなと思って。あれ？私よりもかなくんの方が。それ言われるとさ、ある人は毎回さ、うん。視聴補佐に言った方が今であります？あ、ただ、視聴補佐が、のには、私は車をしゃべって。うんうんうん、で、カナ君にはそれを渡す権限がないから。ああ。だから、私がまずカナ君に、なんかそういうの出せる見せてもらうことはできるんですかみたいな。もう最近は、カナ君が何を入れてるかわからないから、それをまずリストでもらって、私が見てかなきゃいけないよね。別の時間を取って。あら。それ毎回。じゃあまた、そうだ、夕方とかに時間取ってやってるんだけど、そうそうそう。それをしてからじゃないとちょっと。じゃあまたちょっと準備できたら、連絡もらえたら。そうだね、うん。今一応車まだ足りてるんで、急ぎではないんで、うん、後で大丈夫ですよ。うん。わかった。それではありがとうございました。ありがとうね。うん。音楽もありがとう。よろしくお願いします。うん、まあまあ、すんなり。良さそうですね、良さそうですね。てかね、反対意見ゼロでしたね。まあ、一応もう何かしらアクションはしたかったんでしょうね。いや、協会内部でも反対ゼロでした。ああ、よかったよかった。お？珍しい。珍しい。あら。自販機っす。あ、自販機か。毎日2回回ってるんだよ、僕。市長に用事あんのかと思ったの。これ、こっちは？もう何レッカー車出してんだ、お前。一応ね、限定車のオークションは許可もらって、そもそも、カジノか、カジノ。オークション、あ、そうなんですよ。オークションを、まあ、要は、なんだろうな、ハンターハンターって呼んだことある？ハンターハンター呼んだことないかも。じゃあダメだ。なんかオークションする、なんだろうな、うん、形を作りたい。商品はうちからじゃなくてもいいから、どの人間も商品を持ち寄ればそこでオークションができるっていう形を作りたいんだよね。はい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 。これのモデルケースにカジノ限定車をとりあえずオークションで出すのを作る。まあ、これはナシマグループの方のスタッフを呼んだりとかしてやろうかなって。面白そう。詳しくはハンターハンターオークションヨークシン編をご覧ください。俺じゃなきゃ見逃しちゃうね。あれが一番形として近いかな。え、それはオークション会場みたいなのもどっかに建てられる予定なんですか？そう、だ用意しなきゃいけないけど、おー、なんとなく目星はついてる。おー、なんか GBC のあそこの劇場とかまんま借りてもできそうっすけどね。なんか椅子が OK。 車見れねえか。そうなんですよね。あ、車が見れないな。車をも中で見る方法がむずいっすよね、今回は。なんかあるかなぁ。まあ、オークションの許可が出たから、そっからまたちょっと。じゃあもうサッカー場だ。考えて。あれで持ち寄ってっていうのが大事だもんな。じゃあ、行こうかな、俺は。大丈夫ですかね？うん、ちょっと上田席外せる？うん、あ、逆に今から、はい。ブースティングわかります？あ、はいはい。してる人間たちから車を降ろすことができないかを。なるほど。相談しようとして、まあ、それをうちらで売ってもいいし、はいはいはい、あるいはその、一般じゃ手に入んない車をうちらが買い取って、それを、うんうん、まあ、いろいろして流すっていうのを、はいはいはい、はい。できないかっていう相談を率先にしてきます。わかりました。で、まあ、もし大丈夫だったら、その実際の値段感とか、はい。そういうのはちょっと大川さんまた相談させてもらって。ああ、承知です。わかりました。ちょっと話だけ通してきます。はい。
じゃあまた後ほど、はい、また連絡ください。わかりました。それでは、はい、はい。